公害。事業活動やその他他人による活動に伴って生じる環境汚染や人の健康に悪影響を与える害のことで、中には公害の被害者が公害事件から数十年経っても治癒できず、体に障害を抱えたままとなっているケースも少なくありません。その一例として、今回は体に謎の黒い吹き出物や謎の死亡種ができたり、黒い赤ん坊が生まれてくるなどといった数多くの症状を人にもたらした前代未聞の恐ろしい公害事件、金見湯症事件について解説していきたいと思います。こんにちは、ではいく。毒性物質 PCB。 今回ご紹介する事件を起こしたのは、現在の北九州市小倉北区に位置する福岡県小倉市にて1938年4月に設立された金見倉庫株式会社です。金見倉庫は名前の通り倉庫業を営んでいましたが、それとは別に食用油、飼料用油の製造も行っていた企業で、1960年代に入ると米ぬか製造装置を導入して、米ぬかから作られるライスオイルの製造と販売を行うようにもなり、倉庫業とライスオイル製造の2本柱で経営を成り立たせていました。そしてこのライスオイルの脱臭工程でPCB、ポリ塩化ビフェニルという化学物質を利用していました。ちなみに PCB とは人工的に作られた油状の化学物質で、対象を加熱したり冷却する際に目的の温度に制御する熱触媒としての機能を持ち、金見倉庫も PCB を熱媒体として利用していました。そしてご存知の方も多いかもしれませんが、 PCB は人体にとって非常に強い毒性を持ち、当然 PCB を摂取すれば命に危険が及びます。ですが、金見倉庫がライスオイルの製造を始めた頃は、まだ PCB の危険性がそこまで知られていませんでした。そのため、金見倉庫は総合化学メーカーである金ヶ淵化学工業、現株式会社金化から PCB を購入して、ライスオイル製造の際に大量に使用していました。具体的には、脱臭装置の中をライスオイルで満たし、脱臭装置の中を螺旋状に通った管の中に、250度の PCB が流れる仕組みとなっていました。そのため、ライスオイルと PCB が直接接触しない仕組みになっていたはずなのですが、なんと PCB が流れる管に穴が開き、そこから PCB がライスオイルに混入してしまっていたのです。また PCB は加熱により構造が変化するものもあり、 PCDF、 ポリ塩化ジベンゾフランという物質に変化する性質も持っています。そんな PCDF は PCB の構造のほんの一部が変化した化学物質で、競技的にはダイオキシン類の一種とされています。ちなみに私たちは日常生活の中で食事からダイオキシン類をわずかに摂取しているのですが、脂肪に蓄積されやすく、かつ排出しにくい性質を持っており、一定以上摂取してしまうと癌を発症したり、奇形の誘発、生殖障害などを引き起こす恐れがあります。それでは次に、そんな金見倉庫のライスオイルがどのような被害をもたらしたのかについて、具体的な事例を取り上げながら解説していきます。黒い赤ちゃん。金見倉庫がライスオイルの販売を開始してから数年が経つと、金見倉庫がある北九州市内で黒い吹き出物ができた、爪が変色した、手足がしびれる、全身の倦怠感、内臓疾患などを訴える患者が少しずつ現れ始めていました。ですがこの時はまだこれらの症状がライスオイルによるものだとは分かっておらず、後にこれらの症状の原因がライスオイルだと判明すると、あまりの症状の多さからライスオイルは病気のデパートと呼ばれるようにもなりました。実際に金見倉庫のライスオイルを口にしたある女性は、10歳の頃に黒い吹き出物が全身にでき、それから数年後には死亡種ができたり、手足の硬直、月経時の激しい痛みと出血、経血の変色など多岐にわたる症状に悩まされていたといいます。また1968年2月下旬から3月にかけて、西日本一帯の養鶏場で鶏が次々と呼吸困難になり、計40万羽の鶏が死ぬという事件もありました。そして農林水産省や福岡県飼料検査所はすぐに調査を開始し、調査の結果、これらの養鶏場で利用されていた配合飼料には、金見倉庫のライスオイルを製造する工程で副産物としてできるダーク油が使用されており、しかもこのダーク油に PCB が混入していたことを突き止めました。そのため福岡県はすぐにこの配合飼料の販売中止を呼びかけたのですが、すでにこの頃になると西日本全域で症状を訴える患者が続出していました。そして
同年10月にはある患者がもしやこれが原因なのではと思い、カネミライスオイルを保健所に提出しました。それから九州大学医学部と福岡県衛生部が調査した結果、ライスオイルにも PCB が混入していることが明らかとなりました。ですが時すでに遅く、この頃になると不運にもライスオイルが原因で亡くなる人も出始めていました。しかもこの時亡くなったのはライスオイルを摂取した妊婦から生まれた生後2週間程度の子供で、この子供は PCB によって全身が真っ黒に変色しており、日本中に衝撃を与えました。そしてこの他にも、生まれた子供の体が紫色だった、子供が生まれてすぐに死亡したなど似たような事例が多発していたことも確認されています。これは PCB が女性ホルモンの分泌を抑制する働きがあるからで、先ほど解説した月経時の激しい出血や痛みという症状も女性ホルモンの減少が原因と考えられています。さらに PCB の混入が判明した後も、しばらくは PCB が混入している可能性のあるライスオイルが販売され続けていたため、被害はどんどん拡大していき、最終的に保健所への届け出数は1万4000件に上り、これらの患者が訴える症状はカネミ油症と呼ばれるようになりました。ちなみに四大公害の一つとされている四日市喘息の判明している被害者数が1000人、推定被害者数が6000人と言われていますが、カネミ油症の被害者はその倍以上なので、本件がいかに大規模な公害だったかお分かりいただけると思います。被害者の救済完了は2223年、油症が全国民に認知されてから3年後の1972年、ようやく通産省は行政指導により PCB の製造中止と回収を呼びかけ、日本国内の被害は収束し始めました。ですが PCB を利用していたのは日本だけでなく、 PCB の危険性を知らなかったのも日本だけではなかったため、海外でも PCB の被害が出始めており、70年代後半には台湾で1000人以上が被害を訴えました。またこの頃にはカネミ油症被害者が保証金や賠償金を求める声が上がっていたのですが、ここからさらなる悲劇が生まれることとなりました。1970年、被害者たちはカネミ倉庫と PCB の販売をしていた金淵化学工業、そして国を相手取って賠償請求訴訟を起こし、1977年に福岡県で第一審が開かれました。そして第一審の結果、被害者たちはカネミ倉庫と金淵化学工業に全面勝訴し、後に行われた第二審では2社に加えて国にも勝訴し、被害者のうち870名が約27億円の仮払い賠償金を受け取り、ここまでは順調だったのですが、なんと最高裁で風向きが変わってしまいました。最高裁では被害者たちの逆転敗訴の可能性が高まってしまい、被害者たちは訴えを引き下げてしまったのです。しかも訴えを引き下げたことで仮払い賠償金を受け取った被害者たちに返済義務が生じてしまったのですが、賠償金を受け取った被害者たちの中には、最高裁での勝訴を確信して生活費や治療費に賠償金を使ってしまった人もいたようです。またその中にはすでに使ってしまった賠償金の返済ができなくなり、精神的に追い詰められて自決してしまった人もいました。ちなみに金淵化学工業は一度払った仮払い賠償金の返済請求をしないことを宣言したのですが、その代わりに金淵化学工業には責任がないことを被害者たちに認めさせていました。ですが別の被害者団体もカネミ倉庫と金淵化学工業を相手取って訴訟を起こしており、この訴訟では被害者団体に一時金などが支払われる形で和解が成立しました。具体的には金見倉庫が500万円の一時金と死亡時の葬祭費3万円を支払い、金淵化学工業が和解金300万円を支払うことが決まりました。さらに金見倉庫は一時金や葬祭費を裁判で争った被害者団体だけでなく、他の患者にも支払うことを約束しました。ただし実際に金見倉庫から支払われた一時金は23万円だけであり、経営難を理由に残りの477万円やその他の賠償金は毎年5万円ずつ支払うということになってしまったのです。ちなみにもしこのペースで支払われると、支払いが完了するのが2113年であり、金利も計算に入れると2223年以降になると考えられているため、ほとんどの被害者が生きている間に保証金を全額受け取ることはできません。
さらにこれらの保証を受けられたのは認定患者という金身のライスオイルが原因で症状が出ていると正式に認定された患者だけでした。そして中には金身油症が原因で症状が出ていると断言できないケースもあるため、認定患者になれなかった被害者も大勢いました。このように金身油症の被害者は圧倒的に不利な立場に立たされていたため、金身倉庫や国に対してたびたび批判の声が上がり、被害者の救済制度や認定基準が何度か見直されてきたのですが、それでもまだ被害者全員を救済することはできていません。そして今回ご紹介した金身油症事件のような公害事件はまたいつどこで起こるか分かりません。万が一また大勢を巻き込むような公害事件が起きた時、金身油症事件のように国や加害者が十分な保障をできないという可能性も十分に考えられます。そういった絶望的な事態に陥らないためにも、今後こういった大規模な公害が起こらないことを強く願います。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て公害勘弁と思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと良ければ Twitter のフォローもよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、木林ですけど賢者です。はい、今回ですね、実は、オープニングだけじゃなくその他もリニューアル予定ですっていうお話をしていこうと思います。はい、ですね、200万人突破して、歌ってみた動画出して、その次の動画からですね、新オープニング、あの皆さん見てもらってると思うんですけど、まあめちゃめちゃクオリティ高いくて、まあすごい大好評でしたし、まあ僕としてももうめっちゃ 超絶クオリティ高いものができたなっていうことで、すごい頑張ったんですけど、実はですね、ここの今賢者タイム、今喋ってる背景、キリン柄のなんか毛みたいな毛みたいな感じだと思うんですけど、ここの画面もちょっと動くようにして、ちょっとリニューアルしようかなと思って今作ってます。でさらに、エンディングですね、終了画面、最後なんていうんですかね、次の動画の、なんか四角い動画のポチッとしたら次の動画飛ぶみたいなのとか、チャンネルアイコンとかが出てくるエンディングの映像もですね、作ってて、これもまあ賢者タイムの背景はまあちょっと動くぐらいの感じで、エンディング映像はですね、またこれもこれでちょっとアイデアとかを、出してですね、面白いもの作ろうと思って今作ってるんで、それもちょっと楽しみにしてほしいなと思います。はい、でまあオープニング新しくなって、賢者タイムの背景も新しくなって、まあ、VTuber も復活して、エンディングも、リニューアルしてってことになると、もう完全、ほぼ完全チャンネルリニューアルと言ってもいいんじゃないかなと思います。はい、で一応ここまでをですね、200万人登録の段階で切り替えてチャンネルリニューアルだみたいな感じでやろうとしてたんですけど、まあエンディングと賢者タイムはまあ間に合わずというか、まあオープニングが張り切りすぎて、オープニング張り切りすぎて他が全然間に合わなかったっていう感じですね。なので、はい、それぐらいでも気合い入れて作ってるので、まあそのエンディングと賢者タイム背景も楽しみにしてもらえればと思います。まあ時期にしれっとぬるっと新しくなってるかなと思います。はい、ということでした。さよなら。